So und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Let's Play Xenoverse 2. Jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt kommt die Sage der Sagas. Für mich aus das beste DLC überhaupt in ganzen Xenoverse 2. Der Start der Goku Black Saga. Also Leute, reingeschaut und reingepaut. Ich werde wieder mal im Hintergrund sein. Ihr werdet das Spiel erstmal hören. Und nachher machen wir wieder unser bekanntes Resümee, wie wir das gefunden haben. Und auf jeden Fall ist das eine intense Story. Und wer Dragon Ball Super kennt, der weiß ja, worum es geht, auch in dem Manga. Das ist ein bisschen drauf alles angelehnt. Aber natürlich, Anime und Manga sind immer so zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber ihr seht jetzt gleich selbst, dass das Xenoverse 2 auch ganz anders ist. Also seid nicht enttäuscht, wenn es euch ein bisschen irritiert. Es ist einfach mal halt so. Jo, dann hören wir uns nachher. Bis gleich. 別の任務中よ。そうか、ならいい。この前みたいなトラブルが起きたら大変ですもの。今回の改変があったのもトランクスに縁の深い歴史での人造人間に荒らされ平和を取り戻した世界に 恐るべき最悪がもたらされたんや。驚かないで、落ち着いてみてね。これが。よし。 どうした？動け！終わりだ、トランクス。 見ての通りよ。このトランクスはタイムマシンで悟空君たちに助けを求めに行くはずだったの。だけど歴史改変が起きてマシンが起動する前にあいつに破壊されてしまった。やれやれ、またタイムスリップか。感心。あのタイムマシンは私たちの歴史修正と違って歴史そのものを増やしちゃうから。 でも、トランクスがタイムスリップするのが本来の歴史の出来事なんだから、それは守らないとね。さっきトランクスを攻撃した奴の顔を見たか？あやつの名は悟空ブラック。悟空そっくりじゃが、中身は別人じゃ。各宇宙の神々と人間を滅ぼしていった 恐るべき強敵じゃぞ。だけど心配しないで、あなたは一人じゃないわ。トランクスがいない分、パートナーのこの子がサポートするわ。 あなたはタイムスリップが成功するよう未来へ行ってちょうだい。あなたはトランクスが出現するはずの悟空君のいる歴史で待っていてね。ブラックはトランクスを追ってその歴史へ現れるの。そのブラックを食い止めるのがお前さんの役目というわけじゃ。二人とも気をつけて、それからトランクスを守ってあげて。 そっちの動きはどうじゃ？
そろそろ悟空ブラックがそっちに。お待たせ、ブラックが動いたわ。準備はいい？なんだここは。トランクス、こんなところ。孫悟空か。おめえがブラックか。強えんだって。オラと相手してくれよ。光栄ですね。私もこの体で君と戦ってみたかったの。ブラック、貴様どうやってここまで来た。どうやらお前が通った時期を私も通り抜けてきたよ。お前が私を呼んだのかね。殺してほしいと。今やつは時の意味を持っておる。気配時空を移動したら追ってくるかもしれん。悟空ブラックをもっと追い詰めてすぐに追ってこられるようにしてから戻るんじゃ。ところで、おめえ誰だ？トランクスと一緒に未来から来たんか。あの人、サイヤ人なんじゃ。もしかしてあの人こそ、ママの隠し子？素晴らしい。この痛みがまた、私を強くする。なんか気持ち悪いぞ、おめえ。素晴らしい。ビッグバン、アタック！この指輪が反応し、待てよ、行けよ。まさかお前は。うわ、これは時空の歪みが元に戻ろうとしているのか。やったな。この調子で腕磨くんだ。なんてことを。ブラックのやつ、タイムマシンを壊していくとは。なあトランクス、さっきのやつはおめえの仲間なんだろう。え、よう戻った。頑張ったな。お疲れ様、二人とも。タイムマシンは壊されてしまったが、これもまあ歴史通りっちゅうやつじゃな。そうね、これで修正完了よ。これはなんじゃと。この歴史は
タイムマシンを修理した後、トランクスが悟空くんたちを連れて未来へ行った時のものね。ザマスが現れた歴史じゃな。お前さんたちに教えておこう。敵の正体はな、ザマスという見習い海王神なんじゃ。奴は悟空の力に目をつけ、スーパードラゴンボールで悟空と自分の体を入れ替え、悟空ブラックとなった。しかもトランクスの歴史のザマスも味方に引き入れ、二人で全宇宙の人類を滅ぼそうとしたんじゃ。見習いとはいえ、神の犯した過ち、お前たちに頼むのも気が引けるが、頼むぞ。お前たちの力でザマスを止めてくれ。何者だ貴様ら。サイヤ人なのか。いや、まさか。何人かかってきても無駄だ。ベジータ、オラまで。どいつもこいつも邪魔だ。ビッグマン、お前らも引っ込んでやがれ。お前は、そうは言ってもただでさえ強い悟空ブラックがさらに強くなってるわけじゃし。いいから、あなたたちはブラックを抑えることに集中して。ビッグマン、人間のみでよくぞそこまで。褒美にいいものを見せてやろう。この色、美しいだろう。お前らのセンスに合わせて名付けるとしたら、ロゼ。そう、スーパーサイヤ人ロゼ。スーパーサイヤ人ロゼ。ではついに孫悟空の力を完全に我が物にした。孫悟空よ、喜べ。お前は俺によって美しさの頂点へ至るのだ。おめえ何言ってんか全然わかんねえぞ。所詮は人間不具。俺が奏でる言葉の気高さを理解できるはずもないのだ。俺の志も美しさも、俺という存在のすべてはただひたすらにここ。やっぱあいつ気持ち悪いな。ん？また時の指輪。何に抗う愚か者が。やはりお前たちから感じるこの気配。それはいい。ブラック、どこを見て話をしてやがる。貴様の相手はこの俺だ。わからんのか。お前の出番はもう終わったんだ。引き際をわきまえるんだな、ジンズ。
先ほどお前を前座と呼んだが、訂正する。前菜だベジータ、お前はいい味の前菜だったよベジータ。父さん、メインディッシュを平らげてさらなる高みへ登るとしようか。そこまでです。それ以上の勝手な行いは許しませんよ。約束したはずです。孫悟空のとどめは私が刺すと。あやつじゃ、あやつはザマスじゃ。ザマスは悟空君たちに任せて、あなたたちをブラックを抑えなさい。悟空とトランクスが離脱したぞい。ベジータも前が救出したようじゃ。これでこの歴史はもう大丈夫じゃな。隙を見て戻ってらっしゃい。彼らには敵の指輪があるから気をつけてね。おめえもまだ本気じゃねえんだろ。逃げられたか。まあいい、奴らはまた来る。その時こそ始末してやろう。あちらはどうする？それについてはゆっくり考えるとしよう。時間を自在に行く者相手に急ぐだ。それもそうだな。ご苦労じゃった。なんとか。お疲れ様。ゆっくり。また新たな歴史改変が起きようとしておるようじゃ。次の歴史改変もザマスと悟空ブラックを相手にしなければいけないでしょうね。厳しい戦いが続くが頼むぞ。準備ができたらまた来い。Das sind wir echt aus der Puste, ne? Das war doch echt mal was Intenses. Super Saiyajin Rosé. Super Saiyan Rosé. Ey, was für eine krasse Verwandlung. Also ich finde, von all den Super Saiyajin Formen, das ist doch die coolste. Obwohl das Blue ist eigentlich schon mega geil. Aber das schlägt sogar die Kaioken. Also ohne Scheiß, die edelste und feinste, aber leider ist es die böseste von allen. Aber das muss man erstmal gesehen haben, ne? Also ich finde, die Geschichte zieht sich ein bisschen, die labern manchmal ein bisschen viel um den heißen Brei herum. Das ist natürlich irgendwie klar. Man will ja auch das Spiel ein bisschen unterhalten, aber ihr seht ja, die Zwischensequenzen, die werden immer mehr. Das finde ich daran so gut an dem DLC. Aber das verrät auch, dass es ein DLC ist. Da muss ja was los sein, weil wenn das nur ein paar, ein, zwei, drei Kämpfchen sind, ja, dann ist das irgendwie langweilig, ne? Aber es wird ja schon hier ein bisschen schwerer. Und ihr habt jetzt gesehen, das hat's schon in sich. Also da können wir uns auf was freuen. Auf den nächsten Teil, wo es dann richtig zur Sache geht. Na, das wird ja noch nicht das Einzige sein. Habt ihr im Menü gesehen, da ist noch was im Kommen. Na? Der Zamasu und der Goku Black, die haben's haussig hinter den Ohren, ne? Also die wollen ja den einen wirklich an den Kragen. Und ja, Trunks, Goku, Vegeta und Co. Ja, die haben's echt heavy, schwer mit denen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und auch vielleicht ein Abo, was selbstverständlich kostenlos ist. Damit unterstützt ihr den Kanal und natürlich auch mich, ohne irgendwas zu bezahlen. Und schaltet dann wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich und vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis bald!
チャオチャオ。